今回も前回に引き続き F15 の組み立てしていきたいと思います。できればね、最後まで組み立てられればなと思ってます。前回ね、組み立て忘れがありました。機種部分ね、作ってなかったですね。早速機種部分から作っていきたいと思います。機種に座席を入れるのかな。座席を入れて、前回組み立て忘れてた機種ができました。機種と胴体を合わせるみたいです。で、次が足なんですけど、足はね、エアインテーク開いてるので飛行状態にするのでつけません。キャックカバーを取り付けていきます。まあね、こっち側、左側だけキャックカバーつけたんですけど、わかりますかね、穴が開いてたとこを塞ぐ感じですね。3箇所とも塞ぎました。ここですね、とここと機種のこの辺りかな。3箇所取り付けてきました。そしたら尾翼というかスタビレーター取り付け終わりました。これね、接着しないで角度調整ができるみたいです。次、尾翼なんですけど、2種類入ってるんですが、 NASA のロゴが入ってる方が正しいパーツのようです。で、ここまで来たらね、もうあとは仕上げみたいなもんですね。フィギュアとかもついてますね。フィギュアあんまりつけるの好きじゃないんですけど、つけてみたいと思います。こんな感じでね、パイロット乗せました。そしたらキャノピーを閉めて、レドームですね、できました。こんな感じですね。せっかくなんでね、スパイクもう一番長いのつけてみたんですけど、長いのつけるとね、前が重たいんで、だんだん前傾になってきちゃいますね。アップで映すとこんな感じですね。スパイク長いですね。一番長いタイプですね。というか、実際には伸縮するらしいんですけど、プラモデルではこういう風に部品を取り替えてつけるようになってます。パイロットね、乗せるの好きじゃないとか言ったんですけど、悪くないですね。パイロット乗せるとなんか雰囲気出る感じありますね。で、パターンがね、いくつかあるんですけど、これがね、一番ノーマルな何にもついてないレドームですね。結構 NASA の飛行機ってかっこいいですよね。またね、プラモデルとか作っていきたいので、ぜひぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。ということで、今回はトミーテックのギミックス F15 クワイエットスパイクだったかな、を作ってみました。